と敵機より上にいる時のフラスの使い道を教えてください。敵自分より上にいる相手にはフラスしないです。なんでかというと先に落下した方が強いからですね。で敵より、あ、じゃあ自分より敵が上にいる場合、時期より敵が上にいる場合は、あのこれ下から上見上げるよりも上から下見上げてる方が、あの赤ロック確か入りやすいんですよね、このゲームって。確かそうだったと思うんですけど、だし視点もこれ全然違うんですよ、上から下見てるのと下から上見るのって。下から上の見るのってもうこの辺でももう結構カメラのアングルがひどいことになってて全然上見れないんですけど、上から下って結構見れますよね、視点がバグんないっていうか。うん、だからもうその時点でこっち、その下にいる方が不利なんですよ。だから勝ってるところといえばブースト勝ちするぐらいしかないんですよね。要は先に落下できるぐらいしかメリットがなくて、だその状況っていうのは不発生しないって話ですね、って感じかな。うん、ですかね。はい、あと何かありますか。ブースト有利の状態なのに自ら不利にしてしまうことが多い。うん、はい、それはまあただ単に、じゃあなんでその不利になってるかっていうのを考えたら答えが結構出そうな感じがしますけどね。例えば焦っていっぱい打っちゃってるとか、そのブースト有利取ってるのにいっぱい打っちゃって、その打つってことは絶対1回 BD 挟んでるわけだから、こういう風にここでブーストを無駄に使っちゃって気づいたらブースト5分とか、まあなんか相手のあがきを食らってしまうとか、ガード後のあがきを食らってしまうとか、ブーストがなくて。だからしっかり相手を見て落ち着いて取る練習というか、自分に言い聞かせてやるとなんか良さそうな気もしますけど、あとはもう、うん、なんか追われてる状況下とかって結構確かに焦り気味になるような気がしますね。そうそうそう、例えば残り一発の相手とかさ、当てたい時とかにもう当たれみたいな感じでこうやってやる人いるけど、うん、はいはいはい、しっかり 逆に言ったら逃げる時に落ち着いてるとむしろ向こうが焦ってきてくれて有利取れる時もありますよね。そう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 、逆にもあるからさ。そう、まあここら辺は、分かったよ父さん。なんだろうな、慣れというか冷静さなのかなと思いますね。落ち着けよ。まあ全員がミリ状態とかの時とかで結構焦りますからね。それはしょうがないんじゃない。うん、それはしょうがないと思う。使いようによっては何がいい。この世界に光明をもたらすもの。そう、使う人間次第なんだ。あ、これはどうなんでしょう。完成ジャンプ使いすぎると着地が取られやすい、低空 BD はダブロだと被弾しやすいと思うんですが、その使い分けがわからない。自分はですよ、これは自分はなんですけど、あの2体に囲まれてるなと思ったら完成ジャンプで逃げます。で1対1だなと思って、1対1の状況だったら完成ジャンプ使わないです。自分は旋回とかこういう低空 BD でやってますね。っていうのも1対1で完成ジャンプ使う必要がないんですよね。この距離にいたら相手の行動を見てから全部避けれちゃうんですよ、反応できちゃうんです。要はなんでその完成ジャンプで上に浮く意味がないんですよ。浮いたら逆に不利になる可能性が逆にあるんですね。だから2対1とかでこれが例えばマスターを、まあ、あと一発で追えば落とせるって時はむしろ完成ジャンプでガーって距離縮めます。で自分に打たして相方に取ってもらうとかそういうことはやるんですけど、このタイマン状況で、まあ、お互い食らえないなみたいな状況の時はもう絶対この距離を常に見てから避けれる距離をキープして低空で避けて、やべえ2対1になったなと思ったらこういう風に完成ジャンプで逃げたりとかしてますね。分かりやすいですね、うん、はい、使い分けっていうのは大体この辺になってくるのかなと思います。